い、到着です。ここはどこですか？三重県立博物館。はい、こんな感じでございます。行ってみましょう。なんかいっぱいあるね、タイルが。入り口は2階です。三重無ですね。三重無です。飲食ができませんので、水分補給はその回で済ませてください。こちらがお勧めいただけます。高畑勲店は撮影不可ということです。常設店はいいらしい。ヤモリちゃんおった？日本とかゲーム。ヤモリちゃんはいないね。下じゃないか。あ、違う、これ三勝負だ。ジョンするって何？誰ジョンする？ジョンってな。羽ばたいておりますけど、こんな透明なの？なんか黒いイメージだよね。タヌキ。日本かもしかさん。すごい蝶々まみれ。これ種類よく違うの分かるよね。全部青いで一緒みたいな。ハチやば、でか。どんな大きさ？これ、これチケット。この辺はよく見るよね、糸トンボさんら辺ね。ね、ほんとだよ、ね、黒糸トンボと背筋糸トンボ。あ、ちょっと色が違うの。分からんわ。てん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 じゃあ高畑勲店に行ってきます。オオサンショウウ。わー、でかい、でかいね。あ、かわいい目が。違う、鼻やった、これ鼻だった。目がと思ったら鼻。あ、これだ。すごい。琵琶湖。これ何のアイス？それショートケーキアイス。うわー、いいね。こっちはドラえもんアイス。もうドラえもんのやつ取っちゃったら関係なくなっちゃったね。いや、顔ついてるよ。え、本当だ、すげえ。はい、ではでは続きまして、ご飯を食べに行きたいと思います。ここどこだ？総合文化センターです。では行きましょう。書いてある、レストランを書いてあるよ。カフェないじゃん。カフェレストランって書いてある。これのこと？レストランの方がめっちゃ広いね。謎のオブジェがあります。なんだこいつ。このレストランないわ。
かな。あら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 、いける？やった、あった到着、迷子でしたね。到着、どうしよう。カラメル、お子さんもカレーですか。いいですね、甘口っぽいね、色がね。色でわかるの？うん、色でわかるよ。辛いやつなんか黒っぽいじゃん。なんか独特な味する。ほんと？おいしい？おいしい。ミートソース、スパゲティ、うん、いいですね。タバスコペッパーソース。タバスコペッパーソースカレーが来ました。こっちからなんだっけこれ。真ん中はブラックカレーで、え、わからん。どっちかがなんかリズ特製カレーで、で、どっちかがキーマカレーでございます。完食です。ごちそうさまでした。